るんで。そうなんです。そう、しかも、ね、無料で入れます。そうでね、はい、VR 会場って言っても、うん、VR デバイスを持ってなくても遊べるんだ、うん、しかも、うん、友達とかと一緒に回れるぞ、うん、さら、うん、一人でも来てくれということで、はい、サクッと会場を巡って紹介していきたいなと思います。しましょう。今回ね、うん、VR 会場が、うん、ゲームフロートと、うん、ゲームフロートスカイの2つあるんですけど、はい、ゲームフロートは X アンバーで、うん、ゲームフロートスカイはドアっていうプラットフォームで動いているので、うん、はい、それぞれね別なんです。あ、別なんです。はい、X アンバーの方は、うん、各種 VR 機器とパソコン、うんうん、ドアの方は、うん、VR でもスマホでもブラウザでもね、いけます。あー、なるほど。ではね、はい、まずは、うん、ゲームフロートの方に、はい、行って見ましょう。見ましょう。うわうわうわ、すげえすげえすげえ、すごい。なにこれ、ゲームみたい、入り込んでる感じじゃん。すごいんだけど。すごい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 、うわすげえ。到着しました。やったー、すごいよ。すごいよね、なんかすごい電脳世界みたいな近未来感がすごい。ゲームフロート進んでみましょうか、はい、行ってみましょう。私カメラマンみたいな感じでね、後ろからついてくんで。じゃあ私行くからね。どうぞ。すごい、なんかさ、いろんなさ、ね、壁にもいろんなのがあるよ。いろんなのがあるよね、うん、周りには広告みたいな。すごいすごい、かわいいね。すごいね。どうなっちゃうの。いくよ。いいよ、ゴーゴー。ドーン。ようこそ東京ゲームショー VR 2021。あ、かわいい、ね、ココモだ、ね、モンハン。モンハンだ。あれ何、あの、あいつマガイマガだ。あい、マガイマガトなんだ。桃鉄、桃鉄だ。桃鉄の人。すげー、かわいい。チョコモも全部 3D だね、これ。ソニックだし、チョコモでしょ。うん、めっちゃすごいね。すごいね。レジャーレジャー、なに、ガンダムあるよ。ガンダム、ガンダムもいるよね。うわ、やばー。うわ、なにここ、でかい。なにここ、すごい、すごい。で、ここがね、なんかメインエントランスみたいな感じで。なるほど、メインホールにいるんだ。うん、うちらどこに行く。ここが中央だからぐるっと一周回る感じになるんだよね。なるほどね。こっから行ってみる。じゃあイエーイ、行ってみようぜ。ゴーゴー、レトラーゴーゴー。アーバンエリアだって。アーバン、うん、うわうわ、移動してる。こちらはアーバンエリアです。お、ポケモンだ。ほんとだ、ポケモンマスターの話だ、やつだ。なに、ここは DNA のブースなんだね。なるほどね。なんかこうぐるっとね、一周いろんなブースがあるみたいだから、うん、なんかささっと回ってみようよ。そうだね、うん、うわ、ここは DNA ブースだ。マクロスだ、かわいい。あ、ほんとだ。このね、アニメリオ見たよ。嘘、マジ。これマクロス何。ね、マクロス、うん、デルタ正解そ、マクロスデルタ、これ正解正解。超かわいいね。かわいいね、うん、ここはコナミのブースだ。ほら見て、左上にさ、ビートリーナーの書いてあるよ。ほんとじゃん、ね、すごいね、外が面白いね。面白いね。なんかやっぱ普通のさ、ゲームショーではさ、うん、普通の倉庫みたいな場所にさ、ブースがポンって置いてあるみたいな感じでしょ。まあ結構凝ってるとか凝ってるけどさ、うんうん、でも VR 空間だとすごいこう装飾とかさ、うん、オブジェクトをいろんなのに置けてすごいいいよね。めちゃくちゃいいね、雰囲気が。なにここ、かわいい。見て、ははコヘーン PV みたいなのが配置されてんだよね。なるほどね。そうそうそう、ゴー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 。ここは、お、ここは何、あ、何こいつ、誰、あ、何これ、なんかさ、なんかあるよね、これバブルバブルみたいな。バブル、ほんとだ、かわいい。かわいいね。超かわいいじゃん。変な怪獣、かわいい怪獣。じゃあ、あなたもちょもちょって言ってんだ。え、あなたもちょもちょって言ってんだね。もちょもちょ、あ、人だ、人がいる。人、ちょっと手、あ、見て、怪人。いやー、すごい、怪人、巨人な。いいな、これはぜひね、これ VR コンテンツ楽しめるみたいで。うわ、ちょっとリオちゃんさ、体験してみてよ。何 VR コンテンツ、あ、なんか入って。そうそうそう、何これ、
ちょっと、じゃあちょっとリオちゃん行ってきて感想教えてよ。ちょっと行ってくるね。行ってらっしゃい。うわぁ、なに声で楽しんでるからどういうのか。なになに、うわ、なに、怖いよ、なに、いや、うわ、うわ、すごい、なにこれ、うわ、あすげえ叫んでる。うわあ、おかえりー、どうだった、すごいね、躍動感がすごかったね。マジ、うん、VR でやったほうがいい、それは、やったほうがいいよ。うわ、すごいね、怖いの、怖いの、怖いんだ、うん、襲われんだ、この先は言えない。あー、ぜひ、ね、やってください。ちょっと VR で体験してみてほしいね、うん、やってみてほしい。わあ、こいつね、テナガザルみたいでしょ。テナガザルみたい、すごい強いんだよ。そうだよ、獣の巨人。ああ、あー、やっぱすごい、カプコンブースだ。赤いバガドだ、私の大好きだ。そうなの、うん、強いこいつはね、かっこいいよ、すごい。あ、モンハンさ、モンハンライズのサンブレイクのさ、あ、本当だ、 PV みたい見えるよ。やっぱ、ちょっとさ、ほら、ツーショット撮ってあげるからおいで。やった、ここまでしか行けない、一緒に、ここまでしか行けないわ。あ、いいね、うん、一緒に撮ろう、行きよ、はい、チーズ。あー、撮れた、イエーイ。わ、かわいいね、かわいい。ケイちゃんさ、パズドラすっげーやってるよね。あ、パズドラね、うん、今あれだから、うん、あのスターウォーズコラボやってるからね、今。あ、そうなんだ、そうそうそう、スターウォーズコラボやってんだ、そうそう。うわ、何、レベル5のさ、レベル5だ、うわ、ロボットだよ、ロボット。なんかこれさ、新作でしょ、次のレベル5の。そうなの、なんか今までのさ、なんかダンボール戦記とかそういう感じで、なんかもしかしたらすごい盛り上がるかもしれないみたいな。確かに、なんか面白そうだもん。バークだ、バーク。あ、バークさん、オメスもさ、VR ライブさ、一回やったでしょ。確かに確かに、バークさんだったね。でセガだ、セガとアトラス。ほんまや。あー、パックマン、あ、パックマン、かわいい。空見て、ほんとだ、かわいい。すげー、上にいる、ここすごいな、なんかバンナムワンじゃん。うわー、ドラゴンボールとかもあるし、すごいわ、ね、え、ちょっと、いいじゃん、ここもね。ほら、バンダイナムコ、ガンダムは、あれ、ガンダムどこ、ガンダムここには書いてないね。今度スクエニだ。うわ、スクエニックスだ。今ね、半分ぐらい、まあ、半分以上回ったね。確かに確かに。うわー、なにこれ、大の大冒険、もしかして。あ、本当だ。うわ、そうじゃない、大の大冒険今見てるよ。あ、これチョコボのやつじゃん、チョコボのレースみたいなやつだね。こういうのもちょこちょこ動画ね、見れるからね。かわいい、チョコボグランプリ、チョコボグランプリだって。優勝すれば何でも一つ望みが叶えられる、チョコボグランプリだって。ゲームのさ、参加すること、アクセル全開、ビビとかもいいんだ。ドリフトを決めて、あ、からかい上手の高木さん、ほんとだ。うわ、高木さんじゃん。お、ほんとだ、高木さんがいる。やっぱ、え、高木さん、私あの高木さんと、高木さんのこと好きで。え、高木さん、高木さん、いい尻してるね。ね、最低なんですけど。やめてください、そういうことしないでください。すっごめちゃくちゃ可愛い。可愛いね、高木さん、身長高っ。身長高い、このアバターがちょっとちっちゃいんじゃない。いい子いい子。あー、すごいすごい。よし、じゃあ行くか。はい。あ、アウトデウス、アウトデウスだ、マイデアレストだね。本当アウトデウスだ、マイデアレストのブースだよ。これね、すごい面白いからね、皆さん。いや、本当に面白い。しかもね、ね、登場人物がみんないいんだよね。みんないいキャラしてんだよ。みんないいキャラしてんので、こっちの裏行くとさ、うん、東京クロノスもさ、書いてあるよ。本当だ本当だ、ほら、ほんまだ。これもストーリーが本当にいいんでね、すっごいよね。っていうね、感じなんで、もうみんなやった方がいいよ、本当に。あ、リオみたいじゃない、この子。え、ほら、リオちゃんより全然可愛い。え、あ、マントもしてるしね。え、リオじゃん。ここもリオ。いや、違うよ。ね、あんたピンクの髪なら全部リオちゃんみたいな、言わないでくれる。可愛い。あ、戻ってきたね。うん、一周した、一周回ってきた。いや、すごいよね。すっごい面白いやん。じゃあちょっと一回さ、メインホール戻ってみよう。あ、戻りましょう。このゲームフロート回ったんでね。あ、こっちね。はい。はい、ということでね、これ、はい、ゲームフロートですけど、はい、ここのメインホールを中心に、うん、ぐるっとね、周り一周、いろんな企業ブースがね、そう、並んでるんで、うん、ぜひ皆さんね、行ってみてください。めっちゃ楽しいよ。楽しいよね。めっちゃ楽しい。では、はい、次はね、はい、ゲームフロートスカイの方に行ってみましょうか。スカイ、え、待って、え、待って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 、どうもどうも、アミスです。
確かにね。誰？え？ここはめちゃくちゃ綺麗な声ですね。そうなんです。なんとね、オベスのナレーションがね入ってんですよ。うっそー。あ、収録したいしょあんた。こちらはね、うん、ゲームフロートスカイって言って貨物を空輸する輸送機、うん、アバターコスチュームを購入可能な、うんうん、NTT グループプレゼンツ VR コスチュームショップによって構成されています。うわすごい。まあ、こちらはねコスプレ会場みたいな感じなんですよね。あ、コスプレ会場なんですね。はい、じゃあちょっと行ってみましょうか。はい、レッツラー。こっちのコスチュームショップデッキへ移動みたいな。え、移動しよう。行きますよ。ポチポチ。着いたー。すげえすげえ。なんかいろんなさ服とかがさ、ここになんか実際の服みたいなの並んでるね。確かに確かに。じゃあこちらね、後ろに見えてるところからね、はい、エリア A と B に分かれてて、うん、ちょっとどっちに、何のコスプレしたい？私ね、あ、レイトン教授とかあんの？そう、レイトンあるね。あ、ちょっとじゃあまず B 行ってみよっか。うん、行ってみましょう。うわーすげー。なんか、リオたちいるよ。ねえ、いるね。行くか。すげー、ちょっと行ってみよう。うん、ちょっと行ってみよう。うん、うわ、すっげー、あ、かわいい、リオ。え、レイちゃんの声聞く。あー、ほんとだ。でっけえレイちゃんいるじゃん。レイちゃんでっけえよ。あ、じゃあさ、 B がレイちゃんってことは A がリオちゃんなのかもね。あ、レイちゃんのナレーションとかも聞けんだね、ここでね。レイちゃんのナレーションとか棒じゃねえかよ。あエルシャールレイトの服1980円だって。あ、これ顔はめ込む、はめ込めたりできんのかな。できんじゃない。ちょっと行ってみよう。これはどう。あほら、あ、ちょっとずれてるけどね。ちょっとはめ込められないな。これあ、いい感じ。なんか結構可愛いでしょ。ちょっとずれてるけど、まあ、あ、いいんじゃない。なんか可愛いね。可愛い。レイトンの服可愛いわ。この服はめっちゃ可愛いわ。レイトンのザリオめっちゃね、レイちゃんにねゲーム借りてやってた。そうだっけ。そうだよ。貸してたっけ。私今借りパクしてんだ、レイちゃんの。最低じゃん、レイトン。最低。うわ、なんかエロい服あんだけど。あ、可愛い。何これ、リオ、これか、これ着たいな。何これ、いいよ。どう、うん、似合っ、うん。はい。はい、じゃあ次行きましょう。はい。まあ、こんな感じでいろんなのにこう着せ替えというかできんだね。いいね、いいね。ではね、ちょっと A の方も行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。よし、着いた。着いた。あ、青いね。本当だ、リオなんじゃないの。リオちゃんなんじゃない。行ってみましょう。うん。私の声聞きたい。リオちゃんの方がさ、どう？うまリオ、なんかおもろいね。誰だよこの声。ちょっとよ、真面目かよ。誰だよ。すげー。すげーだけど、何ここ。すげー。このワールドはですね、オメシスとグリーティングができるコーナーなんですよ。可愛いんだけど、何ここ。オメシス仕様にね、してくれてんですね。なんだけど、しかもさ、ほら見てよ、さつまいもが咲いてるよ。めちゃくちゃ可愛いよね。ここでさ、私たちお話したりしたりすんだ。そうなの、多分ここでさ、トークすんのかな。絶対そうだよ。うんちだ、うん、うんちうんち、あ、うんこ、ブリブリ、うんこ、かわいい。いやー、すごかったね。いや、すごかったですね。めっちゃ楽しいよ。かわいいんだよ、なんか全部ねえ、うん、TGSVR2021 面白いので、ぜひ皆さんブラウザからでも入れるのでね、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。遊びに来てください。チャンネル登録とTwitterフォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。また。